はい、こんにちは、レトスの小野です。今回は無限代理について基本的なことをお話しさせていただきます。無限代理について、ちゃんと理解していない方意外と多いんですね。まあ、その結果引っ掛け問題に引っかかっちゃったりとかするので、ちゃんと基本的な考え方を頭に入れておきましょう。で、今回基本的な考え方をお伝えするんですけども、細かい部分ですね、特に無権代理人への責任追及とか表権代理、ちょっとここまではですね、時間の関係上お話できませんので、この点はちょっと個別指導でお話しさせていただきます。まあ、その他の部分については今回特別にですね、無料でお伝えできればなと思います。まあ、分かってるよっていう方はね、いると思うんですけども、重要な考え方、ここが分かっているかいないかで、きちんとね、頭整理できる整理できないにもこれ関わってきますので、単にね、覚えるだけじゃなくて、きちんと整理をするっていうところ、つながりを持って頭に入れるってことがすごく重要なので、まあ、今回そういったところを意識しながら、動画聞いていただければと思います。まず無権代理って何なのかっていうところからお伝えします。これは漢字の通り、代理権がないにもかかわらず代理行為を行う、これが無権代理です。代理権がないのに代理行為を行っちゃう、これが無権代理です。例えば本人 A さん、まあ、A さんがいましたと。で、 A さんがいて、 A さんが B さんに対してこの土地売ってくださいって任せた、代理権を与えたのであれば、 B さんは代理人ですよね。だから代理人は C さんと契約しても、これ OK じゃないですか。でも今回は無権代理なんで、売っていいよっていう代理権を A さんは B さんに対して与えてないにもかかわらず、B さんは C さんと契約しちゃうんですね。この A さんの土地について A さんから代理権もらってますよって言って、こう契約しちゃうと。 B さんは A さんの代理人として契約しちゃう、代理権ないんですよ。代理権ないんだけども、 A さんの代理人として契約しちゃう、これが無権代理なんですね。で、じゃあこれ契約しちゃったらこれどうなるのかって話なんですよ。これ A さんからすると、代理権与えて何もかかわらず、これ勝手に売られちゃってるって話なんですよね。まあ、これ困るわけですよ。一般的には困りますよね。なので、これどういうふうに法律では処理をするのかというと、これ多くの方が無権代理人が行った行為は無効だと覚えてる方意外といるんですね。これ違います、違います。これすごく重要なんで、ちゃんと頭に入れておいてください。無権代理人が行った行為っていうのは有効でもないし無効でもない、もうどっちつかずの状態なんですよ。ってことは、これどっちなのって話なんですよね。で、これを確定させる、つまり有効にしましょう、無効にしましょうってこうしたいじゃないですか。どっちかわからないのは困るわけなんで、それが今からお話しする追認権だったり、追認拒絶権とか再告権とか取り消し権の話とつながってくるんですね。つまり追認権、追認拒絶権、再告権、取り消し権っていうのは、これ有効とか無効を確定するための行為なんだってことなんです。じゃあまず相手方からいきましょうか。相手方は A さん本人に対して再告することができるんですね。代理人 B さんからあなたの土地買いましたよと、まあ、代理人じゃないんですけどね、無権代理人なんだけども、代理人 B さんから買いました、だからこの土地引き渡してくださいってこう再告する、これが再告権なんですね。で、この再告権は、相手方 C さんはこの無権代理行為について知っていても知らなかったとしても、これは行えます、この権利あります。つまりこれ無権代理人と知って買っていたとしても再告権行使することができるんですね。つまり引き渡してくださいってこう請求することは可能です。でも、これもしですね、A さんは答えなかった、格闘しなかった、格闘っていうんですけども、まあ、確実の格に答えって書くんですね。格闘しなかった場合どうなるのか。普通に考えて、こんな売られるなんか思ってないじゃないですか、A さんからすると。これ勝手にね、B さんが売ってるわけだから、A さんからしたらこれ勝手に売られてるわけだから、C さんから催告受けても何言ってるのと。代理権与えた覚えもないし、なんでそんな契約が成立してるのって話になるんですよ。書面でもし届いたとしたら、この書面これ詐欺じゃないのというふうに思いますよね、普通だったら。だから通常何のアクションも起こさないわけです。
何のアクションも起こさない、つまり C さんに対して何も連絡しない、これなんか連絡するとですね、まあ、なんか詐欺にね巻き込まれる可能性あるから、まあ、放っておいたりするわけです。これが格闘しないっていう話ですね。格闘しない、まあ、確実な答えを、しないっていうのかな、まあ、返答しないっていったイメージで問題ないです。その場合どうなるかっていうと、追認拒絶です。つまりこの契約認めませんよってことにもう自動的になるんですね。つまり何も言わなかった、返事しなかったら、それはもう追認拒絶、この契約代理人、無権代理人が行った、契約っていうのはもうこれは、追認拒絶になりますよと。で、追認拒絶になったらどうなるかっていうと、これ無効確定です。無効、つまり BC 関係がね契約した、無権代理行為は無効となります。もうこれ当然ですよね。これ有効になっちゃったらこれ偉いことですからね。これ詐欺っていうのかな、まあ、今言ったようなことがどん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 世の中で起きるわけですよ。だから格闘しない場合は無効になると、追認拒絶になって無効になるということになってます。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したいそう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、続いてですね、相手方はこれ善意だった場合は取り消しすることができるんですね。これ善意だったってこれどういうことかっていうと、この B さんが無権代理人ってことを知らない場合です。知らない、その場合は取り消し権を使うことができるんですね。契約したはいいけども、このね土地に関する売買契約はやっぱやめときますと、取り消しますみたいな感じで、取り消し権を行使することができます。で、これ取り消し権を行使するとこれで無効が確定しますと。ここの契約は無効ですね。取り消したから無効になりますよね。これは善意の場合だけです。悪意の場合は取り消し権行使できませんので、悪意の場合っていうのは、この無権代理行為、無権代理人だってことを知っていて契約した場合です。そういった場合っていうのは、これ相手方保護する必要性ないから、取り消し権はこれ行使できません。これ、C さんから取り消すことができないって話ですからね。A さんからの取り消し、まあ後で話すんですけども、追認拒絶はできるので、あくまでも C さんから取り消しますっていうのはできないって話です。これ OK ですね。で、続いて、じゃあ本人はどんな権利があるかっていうと、本人は2つ権利があります。1つ目が追認権。もう1つが追認拒絶権。追認権っていうのは、この BC 間のこの契約を有効にさせる権利です。まあ、勝手に売られたけども、この土地もどうせね、ずっと使ってないし、まあいいや別に売買契約有効にしてもいいよって言った場合、追認することができる。追って認めるってことですね。追ってっていうのは後で認める、この契約を認めるってことです。勝手に契約されちゃったけども、後で、その契約いいですよと認めること、これが追認権ですね。これをやると有効になりますよ。で、一方で、いやいや、勝手に売っちゃダメでしょと、そんなの認めませんよっていうのは追認拒絶ですね。これ追認拒絶すると、先ほども言った通り、無効が確定します。ここまで OK ですよね。で、そうするとですね、これ相手方が善意だった場合、ここでも言ってる通り、取り消し権持ってます。取り消したらこれ無効になりますよね。で、一方で、本人 A さんは追認権持ってます。これ、追認権行使したら有効になりますよね。ここでちょっとね、矛盾っていうのかな。そういったものが発生してくるんですよ。これどうするのかと。こっち取り消し権行使しました。こっち追認権行使しました。ってなったら、これどう有効なの無効なのってなりますよね。こっちが行使したらこれ無効になるし、こっちがね、追認権行使したら有効になる。どっちなのっていうと、先に権利行使した方が勝ちます。
つまりこれ先に取り消し権行使したらこれ無効確定して、先に追認権行使したら有効が確定すると。後でね、追認した後に取り消してもこれダメですよ。逆に取り消し権行使した後に追認してもこれ追認ダメですよって話ですね。先に行使した方が先に行使した方が勝ちますよっていう話です。これで全部つながってきましたよね。有効になるのか無効になるのかっていうのはそもそも無権代理行為ではこれわからないんだと。どっちつかずなんだ。それをちゃんと確定するためにこういった権利があるんだっていうことですね。ここをちゃんと整理していただければこれも頭に入れやすいんじゃないのかなと思います。で、今回ちょっと時間の関係上お伝えできなかった無権代理人への責任追及、つまり C さんが B さんに対して責任追及することができる場合もあるんですね。まあそれはどんな要件なのかとか、どんな考え方があるのか、また表権代理っていう、ルールもあるんです、制度もあるんですね。まあこれもですねちょっとお話すると長くなるので、これについても、個別指導で、お伝えできればなと思っております。まずは今言った無権代理の基本的な考え方と基本的なこの権利のつながりですよね。ここをちゃんと頭に入れましょう。そうすると無権代理の問題が解きやすくなったりとか、また自分で勉強する上で理解を深めやすくなったりしますので、今言った内容まずですね前提の知識として頭に入れていただければと思います。この無権代理のこの部分だけじゃなくて、もっといろんな部分で理解学習したいなっていう方はぜひですね個別指導をご検討いただければと思います。理解学習ができればたくさん覚えなければいけない内容も整理されて頭に入れることができるので、頭に定着しやすいんですね。で、この理解学習ができていないといつまでたっても覚えて忘れて覚えて忘れての繰り返しになります。今回の話もつながりを持って頭に入れるから頭が整理されて、定着しやすいんですけども、一個一個個別でね、覚えていくってなってくると、これつながりがわからなかったりとかしてですね、結局頭に入りづらい、覚えてもすぐ忘れちゃってなっちゃいますので、ここだけであれば、まあ、1点ぐらいね失点するぐらいなんですけども、こういった勉強というものが他のところでもねできてこないと点数が安定してこないんですね。で、一方でちゃんとこういったところをですねしっかり理解をしながら整理しながら頭に入れていくと実力の底上げができるんですよ。だから初めて見る試験だったとしても合格点プラス5点とか、そういったところで合格できるんですよね。38点の合格点だったら43点とか、37点だったら42点、35点の合格点だったら40点みたいな感じでだいぶ余裕ができるんですよ。なので多少ミスをしたとしても十分合格できる、そういった実力になることができるんです。なのでそのようにできるだけ高い確率で合格したいという方はぜひですね個別指導をご検討いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。